灯籠剣、灯籠剣とは中国武術の門派の一つである。灯籠剣、灯籠剣の二つの表記があるが、どちらも誤りではない。しかし、中国語圏での表記のほとんどは、灯籠剣である中国の艦体字には、灯の字がないため、英語では、マンティスボクシングと呼ばれることがある。灯籠剣には、大別すると中国の三刀省に、期限のある、 北派少林県系、同郷系の北派桃老県と、関東省、福建省など、中国南方地域を中心に伝承されている、南派少林県系の地下へ桃老県や主家、桃老県などの南派桃老県が存在し、ここでは、両者の混同を避けるために、日本人にもよく知られており、世界全域に広く普及している北派桃老県を解説。北老は、 北派少林拳、中国朝行委北に伝わる少林拳の一種として広く知られる中国武術であり、カマキリの処刑、形態を模したという独特の形、灯籠師を用いた技と、猿剣や紀装剣など、北方の数多くの優れた門派、流派に由来するとされる技法群や豊富な数の当時を持ち、まさに中国、北派武術の総合剣、 伝説によると、刀剣の創始者、王尾明は、中国各地を巡り歩いて、武術名家18門派を学んだとされるとも言える、最も代表的な中国憲法の一つである。刀楼剣の伝承者に広く知られる伝説によれば、刀楼剣は、新大初期に山東省出身の王尾明という人物によって創始されたとされている。別説によれば、古代より伝わるとしており、 古代の標法書、陸棟に、灯籠節の名があることから、灯籠剣のルーツと関係があると見る説もある。灯籠剣の創始伝説によると、灯籠剣を創始する以前の王王明は、数多くの門派、流派の拳を学んで、中国全土をめぐり、武者修行の途上、各地の優れた武術家と立ち会って、これをことごとく発した。しかし、 ついに武術の総本山ともいえる須瀬少林寺に立ち寄った際にどうしてもある一人の技量の優れた僧侶に勝てず悶々として悩んだという王明がその少林僧を打ち破るべく修行を重ねていたある日カマキリが蝉を捕らえる瞬間を目撃し王明はこれに強いインスピレーションを得て灯籠剣を編み出した王明は再び少林寺を訪れたがかつて 王明を打ち破った僧侶も彼にかなわなかった。少林寺を離れた王明は、その後、故郷の山東省に帰り、灯籠圏を山の同志に伝えたとされる。しかし、王明のある人物の実在性と、この僧志伝説が史実かどうかについては、諸説あり、確かなことは解明されていない。王明とは、王という、名の男という程度の意味である。 もう一つの説として、古くは単に少林圏の一種であった、灯籠圏が、技法上の選択から灯籠手という手形を採用した、ことにより、灯籠の名が後から付けられたのではないかという意見も、損するが、この説にも明確な裏付けはない。大明の没後、灯籠圏は、動作が春敏号もので技法が細密な高灯籠圏、七井灯籠圏、中間派、 少林羅漢拳からの派生、バイカ灯籠剣、対極バイ派、連続攻撃を得意とする、非門ン灯籠剣、道が細かく姿勢が低い、秘密裏に伝承、非門派と内科拳を思わせるような、緩やかな当時を練る、南灯籠拳、国灯籠拳、馬紅派、少林国拳や創術からの派生、実際は、江南郷、重層済みに分派したといい、それからも八歩灯籠拳、 立主派、高難の中間派、七世灯籠剣、通費剣、形意見、八毛手の平、四派の融合、八毛手の平由来の実践方法に、特徴ありや、通費灯籠剣、大極灯籠剣、光板灯籠剣、福井江灯籠剣、少林通費灯籠剣、立主灯籠剣、長剣灯籠門、高道義、宗氏、八局灯籠剣、八局剣との融合派、 台湾出身の祖明明宗氏、灯籠猿犬などの数多くの分派を生み出し、それらは中国全土に広く普及した。灯籠犬は近接から中間距離においての素早いスピードの攻防を得意とする門派である。より先行上の自由を広げるために、ロングレンジの間合いにおいて優位に戦える長剣を取り入れ長剣灯籠門などの分派も存在する。 灯籠剣の看板、代名詞とも言えるカマキリが蝉を捉える、形の灯籠ホゼミ式は、一般には、構えと見られているが、実際は実用上の技の一種である。灯籠種で、相手の腕を巻き込み引き回し的の体勢を崩す、用法である。その他にも、ホゼミ式の応用型であるドン等低ホゼミ式もあり、同様の用法である。当時としては、七派、派を例に、 方府県、基礎を学ぶ、虎つばめ県、小、中、大の三種、基礎県にもあり、小林県よりの引用、十八英県、多豪県、多摩大より引用、梅花県、梅花で、梅花落ち県、梅花派の当時、小、大小星社県、接近戦を学ぶ、八和霊県、悲願手の平県、想寺本田、乱災県、上、中、下の三種、高級技法を学ぶ、 灯籠入道券、灯籠湯桃券、灯籠券の精髄、国庫総工券、白煙湯桃券、超薬儀、小林券の技法、白煙出動券、白煙入道券、白煙根下、灯籠種、小、中、大の三種、灯籠種技法を学ぶ、良い灯籠券、良い羅漢券、良い券、血直拳の技法、大化式券、消化式券、総敵券、適用券、 上、中、下の三段、重要な技を適切し学ぶ、分身八中剣、接近戦、肘技を学ぶ、両方不剣、灯籠装飾、対打法、十八素字、裏観光、健康法を学ぶ、剣、根、刀、槍隠し武器術などがあり、すべての刃の刀の数を合わせると五十以上もの数にもおじ上る。また当時以外にも十素字波法という一式から十。 式までの実戦技法群もあり、いわゆるマ招きの招き法が伝えられている。これは、ある状況を設定したその場に応じての実戦技法であり、いくつかパターン別に整理、構成されている。その他にも一調子で飛び込み敵の先手を奪う技法式や敵が自分の間合いに入り攻撃した時に、突然に用いる技法招き式である先行十八手などがあり、 当時以外にも幾多の技法招き式が伝承されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。